はいどうもカオスマイスターと申します。本日はですねポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はエタさん。エタさんのパーティーは鉄の毒がミミッキュカバルドンボッシュロトムボーマンダルカリオ。はい、すいません皆さん、私カオスマイスター、こちらのチャンネルカオスマイスター計画ポケモン動画なのに約1ヶ月ポケモンやってませんでした。なんでか、カオスマイスターダイエットに挑戦しております。ポケモンの存在を忘れてました。ごめんなさい。動画何上がってるのかなって見たら食べ物の飯動画とゴミ動画しかなかったです。申し訳ございません。なので、今回は、はい、ちゃんとやります。はい、そうですね、これは初手ガバルドンから来る可能性ありますよね。なので羽ばたく神からで牛川とこ行って、トドロク月入りですかね。はい、うん、そうですね、これでいきます。はい、これでいきます。はい、いや久々のポケモンだわ。はあ、これはしんどいぞ。うん、さあ、エタさん対戦よろしくお願いします。初手カバルドンだと思いますわ。久々のポケモンバトルですわ。鉄の毒だから来る。じゃあこっちは、羽ばたく神ブースティングエナジーなのかな最初。あ、ブースティングエナジーか。特攻が高まった。あ、特攻、あ、それだったらいいわ。これ勝てるね。ていうか普通にもう、いきなりテラスを切ってくるのかな。これもサイコショックで、あ、OK 勝った。これは死ぬ。ドーゴン OK。 これはもう楽勝っすわね。うん、もろたで駆動。さあこれはいいぞ。うん、ポケモン動画をねちょっと頑張っていかないといけない。ちょダイエットとポケモンの両立は難しい。ミミッキュミミッキュか。化けの皮を外しておくかどうかのもの、まあコータスバックでいいでしょうね。これ攻撃してきても剣の前してきても全然いいですね。はいはい、ゆけコータス。はい、シャドクロ。はい、じゃあ一回あくびで流してステルスロックでって思ったんですけど、普通にぶん殴ってきたから剣の前じゃなくて、あ、胃の玉なんだ。ちょっと待って、これとどろく月一旦投げるか。ちょっと3匹目見せるのあれなんですけど、まあ、普通にじゃれつきで死ぬんだけど、とどろく月を失ったとしても最後ウォッシングロドムだと思うんで、まあここはねトンボ返りでバックしますわ。トンボ返りでコータスバック、化けの皮を剥がしつつ、なんだろう、コータスバックでいいですね。で、あくびをやってからステルスロッキングを巻きますわ。じゃれつく OK。 はい、じゃあここはあくびからのステルスロックでシャドクロー。はい、あくび、はい、で相手ここで交換すると思うんですよ。なのでもうステルスロック巻きますわ。座ってくる。はい、寝る。どうしようかな。次のターン確実に寝てるんですよね。あと1ターンだからここバックしましょうか。轟月に
バック、はい、五代活性、ぐーぐー眠っている、次も眠ってるんで、ここトンボ返りでもう一回コータスバックします。晴れのターンを最大限に利用したいんで、ここはもうトンボ返りでぐーぐー眠っている、あ、影打ちを選択している、影打ちじゃれつく剣の舞とかですね、シャドウクロカーあと、はい、で、ここでコータス で次ミミッキュが起きてもいいようにこれでいきますね。コータス、バック。次別にミミッキュ起きてもいいです。まあここは噴煙で。が眠っている。うん。噴煙、はい。最後、ウォッシングロトムかな？なんだろう？ボーマンダか？あ、ルカリオか。これはもう絶対勝ちですね。あ、じゃあ噴煙で、あくびやる必要ない、自信、はい、オッケーオッケーオッケー、いいですよ。飛行ルカリオなんか俺知らないんで、飛行ルカリオなんかいないと思います。なのでここは命中安定の自信でいいかな。あ、それかもう激輪押すか、ゲギリンでいいや、はい、オッケー、スーパーパワーでフィニッシュですと、はい、いやー、久々のポケモンバトル、やっぱねこれですね、ポケモンバトルといえばね、はい、それではね、エタさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、これ久々に言いますよ、これね、ハプキトーマスターことヒロキさんでは見つけられないですよ、勝利のドリンク、伊藤園、あ、伊藤園じゃない、何これ、京都福寿園、伊右衛門、久しぶりだからちょっと、あ、間違えちゃった、京都福寿園、伊右衛門、入れたてのような緑、味、香り、緑茶2リットルを飲みたいと思います、いただきます。あー、うまいわいや、今日はね、ちょっとね、芝浦アイランドで、芝浦で、仕事してからのポケモンバトルでした、バトルでした、神々だ、久しぶりだから、以上カオスマイスターでした、シェリー少女くたばれ、バーイ1。